はい、せよ、おはよう。せよ、やっぱり旅行先でも早起きです。はい。で、ちょうどね、この部屋から出て徒歩1、2分で海に行けるというね。で、2部屋あって、この角部屋で窓が3箇所あるこの部屋を指定して予約しました。お。ツアーというなら自由プランなんで、好きにカスタマイズ自分で選びながらできるのが良かったですね。え？朝から YouTube ですか？回答しすぎやねん、振られる。でもカーテン引っ張らんとって、なおちゃんはせえ。カーテン引っ張らんとってちぎれるから。これ引っ張ってちぎれるから。ここ持っとき。そう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 。外みたいやろ。聞いて海見とき。な。おはよう。気になるね、景色ね。見てんの。いつもしんちゃんみたいなやつやん。ちょっとそうそう覚えてるやん。触り方おかしいけど、冷たでへんでもいけんですよ。な冷たでへんでもいけんですよ。な初めてスマホ触るおばあちゃんみたいな触り方どうしたそれ。ええ大丈夫。あかん、このテンションにしたくないんやな。トムとそんなこのテンションになったらな、みんな起きるから。これね、二部屋あるのいいの、新居とね、完全に別な、でもそうやな。ホテルで朝、あんた一番早いのに、来なかったらいいやもんな、ずっとな。せえ。あちょこ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 ちょ今日も、海入りました。今日も。で、なんといってもこのホテルにした一番の理由は、あの美ら海水族館が結構近いんですよね。まあまあ昨日10分ちょっとやったかな。ここからここは名護市なんですけど、隣の美ら海水族館まではね10数分ぐらい。昨日は夕方空いてる時間やったからかな。あの国道がね、前の国道混むんで、混んだら2、30分はかかるでしょうね。な、毎日水族館行けるな。ということで、モーニングルーティーンでのモーニングルーティーンをお届けしました。せえ、いい。カメラ嫌やな。小さいし。何やねん。そうそう、ほんまね、僕セーター遊ぶ様子をいつも撮りたいんですけど、マウス遊べないんですよね、結構持ち上げたりとか。いつもこれしてって言うもんな。いやいや、ね、撮ってんのバレた。最近はやったのに何回も僕から泣いてくるんじゃないけど、枕を投げるって教えたくないんですけど、もうすごい楽しそうに僕から泣いてくるんで、僕から投げて遊びはもうして、もう撮られてなかった。うわっ渡してくるね、ママにやって。めっちゃ楽しんでるから、めっちゃ楽しんでるから撮ったのに、撮ったらやめた。話しやったのに、なあせ、テンションマックスやったのにな。あ、すんな。行くねー、撮りながら投げのむずいけど。クレーンで渡してきます。めちゃくちゃ写真撮ってーし。な、綺麗に畳んだから。やるかー。やるかー。なんで若干標準がいいな。やるかーって。やるかーやな。沖縄来たら関西弁わかんないで。枕。
投げてるさ、ちゃうな。怒られるわ。怒られるわ。ひどい。ひどい。なんでやねん。なんでやねん、うわ。もう一個は。おやすおやす、終わり終わり、なんでよねんうぅぅ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 ぅ。今日も圧倒的に一番最初に見たせいちゃんです。はい、前髪の寝癖すごいね。滑り台、滑り台みたいなのでも、シュンって。食べたか、食べたか。食べちゃダメよ。やってました。そういう意味でも、二部屋、ほんまに便利やなと思います。平部屋やったらな、せいが早速ベッドピョンとして起こすもんな、みんなな。聞いたな、この部屋、せいな。せいやの、せいの歌歌ってや。いやいやいやの歌歌ってよ、せい。いや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 です。な、足、石石石、よいしょいしょ、いしょいのやつあるやん。早あんた今日も早かったな、やっぱりダントツで早かったな、おじいちゃん早かったな、なあ、おはよう。3メートルのずっとなあ、シャボン玉してなあ、めっちゃ飛んでる、うわシャボン玉好きやな、テンション上がってしんちゃんピンピンしたって、せいめっちゃ喜んどうね。うわ、うわ、うわ、せいうわせいもやるかって下ろそうとしたらめっちゃ怒ります。見ときたいねんな。チョコチョコチョコ、いや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 、嬉しいな、やばいな、嬉しいな、嬉しいな、なやって、せいちゃんやったって、せいの近くでやったって、せいの近くでリアもできる、撮るなよ、すな、カメラ撮るなよ、はいよ、行きます、行きます、行け行け、お願いしてね、バイバイ。お願い、誰にすんねん、スパー、あっ私しよ、せーの、よかったい、何やねんそれ何やねんそれせーの、かったいって何やねん。おもちゃ大好き、遊ぶの大好き、みんなで心がじっとしてチャンネル登録よろしくねー。